福、梅福梅とは、石川県及び、富山県の一部で古くから伝わる正月の和菓子、梅の花の形をしたもの。加賀藩前田家の第十代目藩主、前田茂玄教の時代、新春の茶席に献上されたものが、正月の菓子として伝えられたのが、始まりとされている。これが次第に、金沢城下に広まり、やがて、前田家の家紋である。 県梅鉢が形取られた和菓子として伝えられた。紅白は縁起が良いとされ、石川県では鏡餅においても紅白のものが流通している。梅の花を形取った紅白の最中で、年末から松の内の間に売り出される。辻浦、福徳と並ぶ金沢を代表とする縁起菓子である。主に石川県内の和菓子店や、 スーパーマーケットなどで販売されるが、近年ではコンビニエンスストアでも販売されている。梅の形をした最中の皮の中身にはよく練ったコクラ倉ンが詰められている。また、皮の表面には蜜が塗られており、砂糖がまぶしてある。皮は白と薄紅色の2種類があり、餡の中身には日持ちさせるように水飴も練り込まれている。また、 一般的な最中の柔らかさとは違い固めに作られている。近年では思考の変化に伴って国ンの他に白あんを詰めたり一口で味わえるように小さめに作る店舗もある。ありがとうございます。